にゃん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 、あー、鉄棒が美味しいんじゃん。あ、うわ、目が、目が、目が完全に目が串刺しになっちゃいました。はぁ、痙攣しちゃうよ。こんにちは、土の子です。さあ今日はね、マサバとモズクでかくれんぼの方をしていきたいと思います。モズクはちょっとね、隠れ場所ないと思うんだけど、みんな大丈夫かな。マサバはね、みんな自信あるみたいなんで、ちょっと楽しみです。さあそれじゃあみんな今日はどこ隠れてくれるんだろう、行ってみましょう。さあ今回はね、マサバ海峡大橋ガチホコバトルでゆうきくん、けいくん、リモコンさんと一緒にね、かくれんぼしていきたいと思います。みんなが自信あるのはやっぱりマサバ海峡みたいなんでね。スプラスコープ最高って書いてある。スコープは下手なんだよな僕。おお、みんな武器揃えてるね。みんな打ち合わせしてないはずなんだけど、プライムシューターかなあれ。さあどんなとこ隠れてるだろう。ここも結構焦るんだよね。うわみんな突進するね。おい、余裕あるな今日のメンバーは。ほらほら、ギリギリを攻める。ブチブチブチ。AT フィールド、 AT フィールド展開。さあ残り30秒、上向いときましょう。さあまずはいつもやられてる東大元暮らし系をしっかり狙っていく。ていてい、まずはしっかりここら辺ちょっと打っていくよ。さてさてさて、この端っことか要注意だよね。さてさてさて、はそうだな、この下あたりも見ていこうか。ちょっと怪しいもんね、ここ見逃しやすそう。ないかな。ちょっと落ちて端っこを狙っていく。さて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 、こっちは登ってない、登ってない。こっちはいない。よし、声出し確認していこう。声出してしっかり確認、よく見ていこう。みんなで楽しんでればいいんだよ、楽しめばいいんだよ。どこだ。音を聞いちゃってる。やべえ、レベル高え。また今回全然見つけ、怪しいポイントすら見つけられてない。いないよね、いないよね。怪しいポイント見回りたいけど、くー、いない。やべえ、ちょっと向こう側かも。はあ、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 やべえ、わかんねえ。こっち側違うよね。ん？いないよね、いない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 。やべえ、ここ結構いっぱい隠れてくれて、場所分かってるんだけどな。マジかよ。うわ、また誰一人見つけられなかった。嘘だろ。マジかよ。さすがみんな自信あるステージだな。がっかり。おかしいな、何がいけない。 3K さんめっちゃ死んでるけど、難しいとこなのかな。さあ回答編行ってみましょう。いや、マジ難しかった。どこにいたんだろう。一応ね、普通の道しかやってないようで、いろいろ見て見ながらね行ってるんだけどな。はははは、もうほんと自信なくなるわ。もうここでいじけてます僕。誰か見つけてくれるかな、いじけを。もしも僕がここに隠れちゃう。はあ。二人で仲良しになっちゃった。ここで突如の相撲。いけ、押し出せ、押し出せ、やべえ。やられちゃった。さあちょっと見ていきましょう。さあまずは
お、まず結構近くにいるね。あそこちょっと見に行こう。そこの下か。これ誰？ゆうきくん、ここ。マジか。もう隙間系マジ難しいわ。さあ、あとは。え、どこだ、どこだ。マジか。そこ見つけにく。塗られてないとマジわかんねえわ。すげえ、どうやって行ったの。あ、向こうから飛ぶんだ。やれちった。あれ難しいわ。あれ見つけらんない。全然気づかなかった、あの奥。ちょっと待って、最後。お、早えな、みんな。みんな一足積んでるね。そして、え、ああ、この側面にいたのか。僕が見た時多分ね、やられちゃってたんだと思う。やられたぜ。はあ。僕も乗りたい。痛い痛い、背骨痛い痛い。痛い痛い。背骨大丈夫、なんか首もげそうなほど下向いてるけど。おい。どうしたどうした。はーい。はーい。やれちた。いやー、なかなかの難しさでした。さあ、また同じメンバーでガチホコバトルでもずく農園行ってみましょう。もずくは結構自信あるぜ。あそこはね、壁系とかあんまりないからね。さあ行きましょう。ガチホコは初めてかな。みんなどんなとこ隠れてくれるんでしょうか。さあやっていきましょう。はあ、また前回に引き続き1ステージ目、みんなのね、自信のあるステージは見つけることできませんでした。がっくりだよ。落ちた隙間とか狙ってくるから、もうそこ注意しよう。さあ、もうそろそろね、上向いときましょう。音に注目しとかなきゃ、近くにいたらね、音がするはず。お、すぐ近くまでいるけど大丈夫かい。絶対今度は2人は見つける。行きます。さあ、近くにいそうなところはしっかり潰す。この入ってすぐの隙間とかも結構いそうなポイント。端っこも端っこ、あ、イエーイ、やった、ゆうきくんゲット。やっぱりね、モトクラッシュは効かねえぜ。もうしっかりやるぜ俺は。次もちょっと怪しいところしっかり見ていく。あの上いたよね。あれ、ちょっといるんじゃね。いなかった今。あっちに、気のせいか。あれが足に見えちゃった。さあ、ちょっと真ん中は後回しして端っこ行こうか。この上もういない。前、木野さん、あそこ隠れてくれたよね。さあ、さてさてさて、ここも結構端っこ系とかドキドキしてるんじゃないかな。いないかな。あれ、いないな。ということは真ん中も逃しあったかな。こういうとこってなかなかでも隠れづらいよね、広いからね。さすがに真ん中にはいない。さすがに真ん中隠れはしないでしょう。でも決め打ちして、あれが足に見えちゃった。黄色い足に。いやー、マジいねえ。わお、悔しい。悔しい。ゆうきくんしか見つけられなかった。うわー、今回レベル高えわ。みんなもずくも怪しいとこは見て回ったんだけどね、今回惨敗だ。はい、もずく農園の回答編いきましょう。僕結構自信あったんだけどな。みんなどこ隠れてたんだろう。東大元暮らし系とかね、端っこ系だと思うんだけど、それ以外ね、もずく農園って隠れる場所がないんだよ。おかしいな、全然目立たなかったな。どこにいたんだろう。
はぁはぁ、とおー、なんか打ち上げ花火のように飛んでいくぜ。はぁはぁ、飛び箱、僕も一緒飛ぶ。マジどこいたんだぜ。うちわぁわぁおはぁおーおーおお、かっこいい。さあまずはここだよね。イエーイ、これがゆうきくん。端っこ攻めてこられると僕も端っこしっかり研究しとかないとダメだな。え、ここか。あ、ここだよね。すげえすげえ、この上か、このタンクの上か。タンクの上か。いや端っこマジ難しいわ。いろんなとこの端っこをしっかりチェックしとかないと。この隙間いたの。マジかよ。僕そこ壊してなかったんだ。はあ、あ、確かに見つけにくいわこれ。はあ、隠しだよ。いいね。こっそり隠れる。見つかっちゃった。くーくー。はあ、みんなとつながっとるんやで。あ、出た。合体四つ葉のクローバー。面白い。いや、いいね。シンクロ率高いよみんな。何にも打ち合わせなしなのに。半汚れになっちゃった。いてみんなとつながってるんやで。僕はみんなとつながってるんやで。ほら、最後に高速煽りや。飛んでった、僕飛んでった。いや楽しかったです。なかなか難しいね。やっぱ角攻められるとマジきつい。乾杯いたしました。危なかった。ゆうきくん見つけられなかった。僕、完封されるとこだった。いや、でも、今回も面白かったです。みんなありがとう。はい、今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。いや、今回はみんな隠れるのうまかったな。ほんとね、やっぱ残ってるのは目立つ隠れ場所じゃなくて、ほんとにね、見つからない系の隠れんぼって感じで、かなりね、難しかったです。僕もね、さすがにちょっと食い棒を練習して、角の人たちを見つけれるような、クイボさばきをね、これからしていかないといけないなと痛感しました。はい、ということでね、他にもかくれんぼシリーズあるので、よかったらね、過去のかくれんぼシリーズも見てみてください。そしてね、縄張りバトルの新しい形、縄塗りバトルなんかもねやってますんで、よかったらね、そっちの方も関連動画やね、僕の再生リストからよかったら見に行ってみてください。それじゃあ、土の子でした。